普通にもうスマホで動画撮った方がいいな。かゆっ。うーかい。めっちゃかゆいな。風呂入んなきゃ。え、デジャブ、デジャブ。うるさいな。普通にうるさいよ。いや、なんかな、あのクロマニオンズ聞くとすごい動画撮りたくなるんですよね。俺はもう本当は常に動画撮りたいんだけど、加藤純一さんのさ放送を見たいからいつも見ないで。加藤純一さんってさ、やっぱ俺とは真逆なんですよ。俺ってすごいひねくれた面白さをやろうとしちゃってるっていうか、ひねくれてるんで、ああいうやっぱ加藤純一さんってやっぱ王道といえば王道じゃん。面白さといえばさ、うん、まあその人のスタイル的に言ったら YouTube から王道ではないんだけど、別にね、王道とは反対にいるようだけど、おわ、面白、笑いの取り方ってさ、王道っちゃ王道じゃん。俺なんかそういうひねくれたものを求めてるんですけど、王道も別に面白いしさ。うん。まあ、ひねくれた王道みたいなところあるから、それが好きで俺は見ちゃってるけどさ。ねえ、俺も人がいるやね、生放送ずっとしてたいんだけどさ、人いないからね。生放送も今できないんだよ、環境的に。ガキンチョなんで、親がいるんで。ねえ。眠っ。だから俺はいつもやるときに、なんかあれやるわ。うん。あとこれからスマホで撮ろうかな。スマホの方が画質いいし、多分。まあ画質のいい俺を見たところでって話なんだけど、パソコンをいちいち移動するのめんどくさいしさ、今みたいにね、まあみんなわかんないと思うな、すごい5、6秒始まる前にラグがあるんですよ。だからそれもムカつくしさ、これから気をつけるわ。なんか、まあ、動画投稿スタイルも1本ずつやった方がいいんだけど、自信ないんで1本ずつやんの。なんかさ、あ、今脇見えちゃったかな。まあいいけど、なんか中にはさ、やっぱ嫌っていうさ、よくわかんない動画あるじゃん。あれね、なんなんだあれ。っていうか俺はさ、生放送ですべき雑談を動画にしちゃってるっていう、その狂ってるやつなんで、やめた方がいいよね、ちょっと。うーい、ね、寝たいね。お眠だよ。あ、喋ることねえよ。動画つけちまった。眠いんだよな、別に。喋ることはね、常にないな。なくていいや。もうないんだもん、喋ること。話したいのに。っていうか、まあ別に話したいことって山ほどあるけど、個人情報を出したくなさすぎて、ね、その俺が一人暮らしなら別にいいけどさ、俺は自立もできてないし、うん、まあ親がいるしっていうのもあるから、迷惑かかっちゃうから、それ個人情報管理のものは出せない。そもそも顔で出してる時点で一発で本当は意味ないけどさ、うん、なるべくその俺から何か情報漏れたっていうのはあんまやりたくないけど、まあ別に漏れてるようなもんだけどね。動画見てきゃさ、全然簡単に特定できるだろうし。眠いな。歯磨きゃなきゃ、俺マジで歯周病で死ぬ。やばいんだよな、歯全然磨いてない。金くれよ、歯磨くたびに。6000円欲しいな、歯磨くたびに。で1日3回頑張って磨くし、風呂入るのにもう1回5000円だな。と考えると、俺は1日で3万3000円稼げんな。稼げたらいいよね。俺はね、ちょっと虚しくなるけどね、その、俺は、お母さんからね、その、俺今、悪徳な家でね、お手伝いをしてるんですよ。すごい金踏んだくるね。やってるんですけど、虚しくなるなって思って。ニートのね、ガキがさ、まあ、いずれはそこそこいい年齢になってきて、お母さんから、はい、手伝いして、まあ、何百円ね、みたいなことをやってるとか考えたら、すげえ悲しくなっちゃって。いや、早いとこやめなきゃなって思ったけどさ。
やっぱさ、俺のこと好きなやつをさ、俺のこと好きなやつっていうか別に金くれればいいんだよ。うん、みんな俺にね。だファンクラブ的なものもさ、あったらみんな払うのかって話だけど、別になんか特典がないから入らないよな。俺のこと好きなやつあんまいないんだよな。泣きそうになるわ。親くらいしかもう俺のこと好きなやついないからな。いるか、視聴者でもなんかいるかな。別に結構見てくれてる人はいるし、いるのかもしれんけどさ。でも俺のことが面白い、好きだなって思われてても、その人お金ないからな。今んところお金ないんすよ、俺のファンらしき人。ファンっていうか視聴者、結構見てくれてる視聴者の人はお金ないんすよ。やっぱりしょうがないんですけどね。お金が払う手段もなかったりするからむずいよね。そいつらっていうか、そいつらっていうか、そういう人たちが大人になるまで待たなきゃいけないのかっていうと、それもまた違うだろうし、むずいよね。なんか、ゲーム実況するわ俺。スーパーマリオメーカー発売されるし、別にゲーム実況したくないんだよ。てかゲーム実況俺上手くないってことが分かったよね。ゲームするときは黙ってやりたいからさ、うん、ゲーム実況向かないんで、俺喋りたいだけなんだよな。喋るだけで人気になれないから、なんか最近なんか俺の面白さがどんどんなくなってきてる気がして、ちょっと悲しいな。まあ、別に面白いことしてないからな。そう、でもただなんかもう面白いことするっていうよりも、別にその面白いことっていうのは魅力の話なわけなんですよ。面白い方が俺は好きだし、自分を好きになれるし、でもやっぱり俺っていうのは面白いとかよりもおしゃべりがしたいんですよ。おしゃべりがしたくてしたくてしょうがないんですよね。だからでも面白かったら見てくれるじゃないですか、みんなが。お金くれるじゃないですか。そしたらいっぱいおしゃべりできるじゃないですか。でも面白さって常に変わるしさ、すぐでね、分かった気になってつまんないとかいうやつがいるし、そんなやつらも黙らせるようなねものってむずいからさ、みんなね昔の方が良かったって言いたいわけでさ、俺は別にラファエルさんのやっぱ昔の方が良かったって思うけど、なんだろうな、その昔の方が良かったっていうわけじゃなくて、改善点っていうのは別にあって、うん、ここを直したら俺の好みに戻る気がするってだけで、なんかあれじゃん、はじめ社長も別に畑の頃はギリ見れたけど、なんかよくわかんないさ、なんだろうな、うるさいやつが入ってじゃん、すごいうるさそう、全員がなんか陰キャって言い方は悪いけどさ、ネクラじゃないけどネクラ寄りのやつらばっかだったところに、なんかうるさいやつが入ってきてから、あって俺はなったし、なんか昔の方が良かったとかじゃなくてさ、でそれでていうかもう普通にはじめ社長の友達が動画出るようになっちゃってさ、えってなるよね普通に。だって俺ヒカルさんだってね好きだったけどさ、いつもいたメンバーももう切り離しちゃってさ、別に切り離したわけじゃないんだろうけど、なんかよくわかんない曲作ってる人たちのなんかゴリゴリの陽キャと絡み始めてさ、うわって思うし、ラファエルさんもなんかよくわかんないマネージャー雇い始めて、そいつがなんか動画に幅を利き始めたりとかさ、てかそもそもジャン君って子にすごいきつい当たり、なんできつい当たりが嫌いかって別につまんないんですよ。お前死ねって言っててさ、そんな面白くないじゃん別に。汚い言葉使ってつまんないやつなんてこの世で相当ランク低いからさ、そんなやつ見てて嫌だなって思って俺見るのやめたしさ、でそれ不安なんだよね。一人で喋っていくのが怖いからさ、すぐジャンさんをさ いじるじゃん。あれが見ててクソつまんないからさ、あれさ1ミリも面白くないし、別に汚い言葉使ってもいいんですけど、面白かったら俺ねいいんですけどね。うん、まあ限度ってあるよ、人殺して面白かったらねダメだろうって思うけど、
それで笑っちゃったら自分のことちょっと嫌いになるよね。人殺してるけどめちゃくちゃ笑っちゃうっていう、そういうのになってさ、自分のことちょっと嫌になるよね。人殺されてんだぞと、笑うなよってなるけどさ、俺もなんか加藤純一さんのそういう話で俺笑っちゃうんだよね。なんかだから、俺はあんまりいいやつじゃないとか、笑う教育みたいなのされてんじゃないかなって言って、なんかささくって死んだじいさんとかさ、そういう話聞いてめちゃくちゃ笑っちゃうんだよね俺ね。ささくって死ぬって、いやすごい、お母さんにそれを話したらさ、あー辛かっただろうねーって言ってね、俺別に全然1ミリも思わなくて、いやささくって死ぬってな、それで笑ってるけど確かに苦しいなって思って、ささくって死んだら苦しいなって、あーお母さんに言われて気づいたけどさ、ささくって死ぬの結構面白いじゃん。認知症になってボケて飯と間違えてささくって死ぬってさ、だいぶ面白いじゃん。でも人の死が関わってるっていうのとなるとさ、なんか笑っちゃいけないみたいになっちゃうからさ、ちょっと悲しいよね。次は何の漫画見ようかな。ジョジョリオンかな次は。それ待ちな。なんか俺あんまコメントしづらいんだよな。極ムスさん、まあいいか、別に好きな人は好きで。でもそれ待ち面白いけどな。普通に面白かったけど、なむずいよね。楽しむために好きにならないといけない漫画だからさ、別にいいかなって思う。もうちょっとね、頑張れば面白い、もっと面白くなるんだろうけど、めんどくせえなって思ってさ。喋る題材がね、まあ孫さんが逮捕されたことで喋るか。でもお酒ってやばいよね。そのお酒で隠された本性が見えるって言うけどさ、嫌だよね。なんかそういうのも飲まないようにしなきゃね、お酒ね。お酒飲んでも俺はまあね、すごいやらかすわけじゃないけど、まあ、やらかさないわけではない側の人間だと思うから、俺もお酒飲めるようになってもあんまりすごい飲むのはやめよう。別にね、お酒、タバコ、パチンコやらないね、競馬もやらない、ギャンブルやらない。いや別に楽しいからあるしね、ゲームに漫画に雑談にね、十分面白いことあるんでね。俺別に面白くなりたいわけじゃないのかなって思ったけど、面白くはなりたいんだよやっぱり。でもそれよりもやっぱおしゃべりずっとしてたいなっていうのはあるしね。自分の指で目描きたくないんだよな。俺の指めっちゃ汚いらしいんですよ。だからその指で目描くとすごい物もらいになるんですよね、バイキン入って。だからなるべく描きたくない。でも描いちゃうよ。あー指しびれてんな、手がしびれてる。寝なきゃ。五等分の花嫁そこそこ読み返したわ。おもろいの、やっぱいいなって思って、いいなっていうかさ、グッときたよね。なんかすごくいいわ。ドメカノも読み返さなきゃな俺。俺もだからドメカノ買わなきゃな。なんかいてててい て, いてえい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 かゆ。
からかい上手の高木さん欲しくなってきたな。でもジョジョリオンとからかい上手の高木さんどっち読むかって話を。同時っしょアホの回答だアホだ、頭ある。同時っしょ、二つ買ってよ漫画読めると知ったらすごい嬉しくなってきちゃった。メジャーな漫画をね、ずん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 読んできたわけですよ。あ、そういう漫画ばっかだから、もっとなんかさ、名作読んできたよね、完結したやつ。カラクリサークス、カラクリサーカスさ、いろいろ読むもんいっぱいあると思いますけどね。バキも俺しっかり読まないとな。あれ面白いからな。普通に YouTube の違法視聴で読むけど、 YouTube の違法視聴って見づらいじゃんねえ。ちょっとなんか漫画読むために iPad 欲しいな。あと iPad 買ったら絵描けるからさ、俺の絵がより正確に描けるからね、俺ね下手な絵がね。それはいいことだよ。あー、いでででで耳の裏にデギモンできてるんだよな。超いて、あー汗かいてきた。風呂入りてーな。風呂入りてーな。いや風呂入んのめんどくさいんだよな。あ、なんで俺風呂入れないんだろう。すごくない？入るタイミングいっぱいあっただろうに。かゆっ体。なんかやることあるかな俺。別にねえわ、買うもんかね。我慢してたんですよ。やっぱお金入んなかったんでね。悪徳バイトの、お金が入らなかったんでね。うちはなんかね、もうね、お父さんとお母さんの財布がね、別々になっちゃったんですよね。あんまこういうこと言わない方がいいんだけどさ、お母さんってやっぱそのなんかね、金の使い方がめちゃくちゃバグってるんですよ。うん。金の使い方がバグってて、それでね、ずか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 使うし、ディズニーとか泊まりに行っても普通に借金していくから、頭悪いんだろうな、多分。すごく頭悪いんですよ。でも俺もすごく頭悪いんですけど、俺も普通になんかね、お小遣い入っても絶対貯めないし。うん。だからといって借金は別にしないよね。借金してまで欲しいもんってないですよ。でもクレジットカード持ったら借金しちゃうんで、俺はデビットカードでよかったなっていうか、まあクレジットカード別に作れないしね。うん。年齢のことあんま言いたくないんだよな。エロい絵がね、見れなくなるんでね。あれムカつくよな。別にもう年齢は言いたくないな。その20歳になったら言おう。うん。20歳じゃないってことがもうバレてるけどさ。でも俺は20歳です。永遠の20歳ですね。からかい上手の高木さんいいよね。でもネットフリックスまた入んなきゃな、金なくなんだよな。もうなんかもうファンティアでさ、金とかファンボックスとかもさ全部俺抜けた。総流さん高えんだよ、1000円ってね。価値とかじゃなくて、普通に価値なんて、価値があるかないかなんて分かんないし、価値が決めてる人がそれが価値だから、俺がそれに価値がないっていうのは違うと思う。単純に払いたくないなっていうか、その俺お金あったら全然払うけど、今払うにはきついなと。まあ、その何を犠牲にしてまで払うものじゃないっていう分類ではないけど、価値がないって言ってるわけじゃなくて、単純にすごいきつくなる生活が。買いたいもんが他にあるし、別にね、それは価値がないって言ってるのと一緒なのかな。うん、まあむずいよね。コスパ悪いもんな。なんかあんま応援っていうのはすごい俺はしてたけど、ほぼ抜けて今入ってるのは誰かな。でも全員抜けたよ。うん、なんかね、お金払えないからな俺。お金持ってねえからさ。
ションベン来て、ションベン行って風呂入って歯磨き、歯磨けないな俺一生。歯磨くのやめようかなもう。いやそれはやめた方がいいよ。あと俺歯めちゃくちゃ痛いし。でも歯磨かないと歯痛くなくなるんですよ。すごいでしょ。ハクソがね、痛みをガードしてくれるんですよ。そんなことはないけど、歯磨いたら逆に痛くなるの。俺はすごいんですよ。歯を痛くさせるための歯磨きしかしてないんですよ。その歯磨くんだったらしっかり毎日磨いた方がいいのに、中途半端に磨いて歯を痛くして歯磨かないっていうのでね、俺マジで歯全然磨いてねえんだよ。やばいな。一回やめるか。時間も時間だし、しょんべん行きたいし。